武蔵国作りの乱は古墳時代後期の安官天皇元年に起きたとされる戦い武蔵国作りの笠原氏の内紛とされる日本書紀に記される出来事であるが伝承性が強いため事実か創作かは明らかとなっていない笠原臣と小稲の関係系図欄の経緯は日本書紀安官天皇元年上に記載されている道場によると 武蔵国作りの笠原忠臣と同族の証書は、武蔵国作りの地位をめぐって長年争っていた。証書は、性格圏悪であったため、密かに、噛みつけの君国満の助けを借り、尾身を殺害しようとした。証書の計りごとを知った尾身は逃げ出して刑に上り、朝廷に助けを求めた。そして朝廷は尾身を武蔵国作りとすると定め、小峰を注視した。これを受け、 ゴミは横手、立花、多コ利、リ、クの4ヶ所を上帝に、三宅として献上したという。乱の史実性は明らかとなっていないが、同じ頃の慶大天皇21年には、畜締組祝いが、和王権に打倒されていることから、武蔵国作りの乱にも、元となった事件の存在可能性が指摘される。記事に現れる三宅とは、大和王権の直轄領であり。 この時期には武蔵国に作りの欄の記事に限らず、地方豪族から食材としての更新の記載がある。日本初期、安官天皇2年5月上には、多数の三宅設置の記事があることから、この時期は、大和王権が各地の豪族の清掃に関与しながら、各地に三宅を設けていったと返され、記事の4三宅は、大和王権の東国支配の拠点を成したと考えられている。 記事内にある4箇所の三宅の否定地は次の通り。また、日本初期、安堪天皇2年5月上の三宅設置の記事のうち、上付けの国に次の1箇所の記載がありこの欄との関係が指摘されている。少書笠原を見上付けの市南北武蔵の構想説の配置少書笠原を見上付けの市北武蔵の構想説の配置埼玉県行田市には、関東有数の大型古墳群として、 埼玉古墳群が残っており、武蔵国作りの本拠地と推測される。また、助けを求められた、噛み付けの子熊は、その名のように、噛み付けの地域における豪族と推定される。それらをもとに、乱の舞台、規模をめぐって、次の二節が存在する。考古学的には、5世紀から6世紀で武蔵の古墳群の中心が、南武蔵から北武蔵に移動する。また、世紀後半に、 噛みつけ野の古墳が小型化する一方で武蔵の埼玉古墳群が成長するという傾向も関連する出来事として指摘される。埼玉古墳群の双子山古墳埼玉県行田市、武蔵で最大の前方公園墳、埼玉古墳群は武蔵区に作りの墓と推測される。記事に見える武蔵区に作りの武蔵は後世に現れる表記で、 乱の当時にはまだ存在していない。これは乱の記事が日本初期編纂時に記されたためである。後の武蔵国は武蔵国像と秩父国像の領域が統合し一つの国になったとされており、7世紀頃までの武蔵国に関しては武蔵と表記されていた記録も見つかっている。国像を歴記した仙台旧児本人、国像本人にも武蔵国像という名での記載はなく、 ブジャシ国像とムネサシ国像が記載されている、原一原二ブジャシとムネサシは、完全に同一のもので読みも、同じ、ムサシであり、文字表記の違いに過ぎないというのが定説であるが、地域で分ける説もある。例えば、竹内県は、現在の東京都と神奈川県横浜市を含む南部が、ムネザシ、父部地域を除く、現在の埼玉県にあたる北部が、ブジャシであり、 武蔵国が放棄2年に東海道に移管される前には東山道に属していたのではなく北部が東山道南部が東海道と南北に分かれて別々の道に属していたのだという説を唱えている。噛みつけの子熊は後に中央官人として名を残す噛みつけの氏の一人で初めて噛みつけのを冠して記された人物でもある。国造本義には 噛みつけの国像に引っ越せまじまいの日が認じられた旨の記載もあり、原産、噛みつけの子熊含め噛みつけの死は国の宮津湖であったと推測されている。噛みつけの死の拠点とする噛みつけの地域で築かれた古墳は、両、規模とも東日本で群を抜いており、古墳時代には大きな文化圏を築いていたことが知られる。この噛みつけの勢力の乱への寄与をめぐり、 定説では、おみやまと王権体、少々上みつけのという上みつけのの独立性を強調した対立構造が提唱されている。この中で、小稲の敗死とともに、上みつけのに、緑やみやけが設けられ、上みつけの勢力が大きくそがれたと指摘される。一方で、上みつけの子熊が、助けの求めに応じた記載はなく明らかでないこと、小熊が処罰を受けた記載がなくむしろ小熊以降に、 噛みつきの死の繁栄が見られること、緑やみやけが事件に関わるという証拠がないことなどから反論もある。注釈原点出典ありがとうございます。